皆様、お待たせいたしました。準備が整いましたので、発表を進めてまいります。本日最初の演目は、二戸市の新山神社神楽保存会の皆様による晩楽三馬奏です。新山神社神楽はおよそ400年前に南部藩主利直公からの支援を受けて始まったと言われております。江戸から明治初期までは羽黒山の法明院と名乗る山伏から指導を受けて、演目も48演目、神楽衆は60名にも及んだと言われますが、廃仏毀釈の毀釈や神社の火災で家仏道具が焼失し、演目も半減、さらに太平洋戦争で神楽は途絶えておりました。しかし今から47年前、先輩たちの努力で6演目のみ復活いたしました。今日は県北の神楽を勉強させるために子どもたちを大勢連れてきました。晩楽と三馬奏を披露します。精一杯踊りますので、どうぞご覧ください。それでは本日の演目について、新家さん、お願いいたします。はい、新山神社神楽でございます。最初に晩楽という踊りを踊ります。これは、虎の口という演目の後に踊られる刀を抜いて踊る晩楽でございます。でその次に三馬奏という形になります。それではホラガイさん、よろしくお願いします。はい、それでは新山神社神楽の皆様、どうぞよろしくお願いします。
吉野の吉野の日は照るとも常に大切なるは滝の水鶴と亀が舞い遊ぶ幸いこれまで参らせたり、はい、権現のお囃子でござそうろう。権現のお囃子を打ってござそうろう。今参った三馬猿ごと申すは、竹も小さく色も黒く増しませば、向かいの笹わらを跳ね、天国の大鳥びし定めし、キリキリッと参ってござそうろう。くろいと舞は林柄、鹿島で習いは鹿島万拍子、西島で習いは西島万拍子、慌てて16拍子、御者、君者と囃してください。